運の和幸、運の和幸、海の和幸、1946年1月1日台は日本の実業家。現在はバンフォーレ山梨スポーツクラブ会長。かつては山梨日日新聞の記者や山梨放送の取締役、J リーグ理事会の理事にもついていた。山梨県出身、山梨県立日川高等学校、東京農業大学卒業。 外国留学を経て1970年に山梨日日新聞駅記者として入社する。山梨日日新聞では国政、県政において強い影響力を持っていた金丸真の番社を任されるなど才能を買われ、1991年には同社の取締役編集局長に就任する。その後は山梨放送取締役、アドブレント締役を歴任する。2001年、 バンフォーレ山梨スポーツクラブ代表取締役社長に就任する。2012年より同社代表取締役会長に就任。2016年より代表の肩書きが外れている。バンフォーレ交付は1965年に交付クラブとして設立。その後1999年に創設された J リーグディビジョンに J2 に参入した者の,のスポンサー収入及び 入場者収入が伸び悩み、2000年シーズン終了後に1億1280万円の債務超過、資本金が3億3500万円に対し、累積赤字が4億4780万円に陥る。大企業がバックについているチームは赤字を補填することができるが、バンフォーレ交付には、そのような大企業スポンサーが存在しないことから、不可能であった。また、今後も、 債務超過が改善される見込みがないことから、山梨県等の自治体は、支援を打ち切り、出資元の山比、ユーブスグループも解散、または身売りを前提とした生産を行おうとしていた。その生産のために新社長として選任されたのが、運んである。運んは、筆頭株主の山比、ユーブスグループ社長である、野口一からこの事例を受けた時事実上の左遷と思い、 私をクビにしたいのなら、クビと言ってくださいと喰らいつき、ヤマヒ、ユーブスグループの顧問弁護士に対しても、愚痴を重ねるなど当初は激しく抵抗した。しかしチームの存続に奔走していた山梨県庁の平島昭秀総務部長から、ヤマヒグループから交付に社長を送り込んほしいと念を、押されていた、野口も内心では、存続ができれば、それを望んでおり、これができるのは、記者としても、 営業としても実績のある運路しかいないとし、運路もとにかくやるべきことをやるしかないと考えを改め、私のやり方でやらせていただきますと生産のための、就任ではなく、クラブを再建することを目指しての就任を選ぶ。こうして、運路によるバンフォーレ交付の再建が始まった。就任直後、第一回の経営委員会が開かれ、粘り強い交渉の結果年は、 継続が決定。しかし2002年以降については2001年度の経営目標として、平均観客動員数3000人以上、2000年実績180人、クラブサポーター数5000人以上同、同2698人、スポンサー収入5000万円以上同、同2600万円を提示され、これらが達成されなければ2001年終了後に、 解散という条件を突き蹴られる。運のはまず経費の削減による利益の増加を行おうとしたが、経営危機の時からすでにこれ以上削減できる状態ではないことがわかり、裏紙を何度も使用していたと、これを断念。代わりに山日グループの広告代理店アドブレーン社の前、取締役という人脈を活かしスポンサー収益の増加に取りかかる。 しかし潰れかかったクラブに出資しようとする企業はなかなか現れなかった。そこで、運路は交渉の際、スポンサーになれば税金対策になりますよ、等と,とスポンサーになった場合のメリットを強調。さらにスポンサー代による収益だけでなくユニフォームのクリーニングを無償で行ってくれるところや選手寮の清掃を無償で行ってくれるところも募集。 その結果、県外企業の白幕等がユニフォームスポンサーとして名乗りを上げ、またクリーニングなどを無償で行ってくれる企業も現れ、スポンサー収入については目処がつくことになる。続いて、クラブサポーターと平均観客動員の増加に着手。選手を地域のイベントやボランティア活動に積極的に参加させて交流を図り、また各自治体や企業を回り、 抽選会の景品を提供してくれる子を養これに心よく応じてくれるところが現れ、ホームゲームにおいて、サンクスデート称して毎試合、抽選会を実施し試合観戦以外でも、観客を楽しませることに尽くした。また、行きつけの居酒屋などを回り、クラブサポーターになってくれることを頼むなどした結果、これらの目標も達成された。同時に、 J3 入以来初めての単年度黒字も成し遂げ、バンフォーレ交付は2002年以降も存続することとなった。バンフォーレ交付の2002年度以降の存続が決定したものの、依然として経営は苦しい状態であった。そこで、運野は他のチームに比べピッチ看板の形質の値段を安く抑えて数を増やす、薄利多売の作戦に出た。 形質企業の数を増やすためピッチ看板だけでなく、横断幕の形質、さらに走り、幅飛びの砂場にも広告用シートを貼り、極めつきは怪我人を運ぶための単価の裏にまで、整形外科医の広告を形質。試合の際山梨県コセスポーツ、公園陸上競技場は看板で埋め尽くされ、サポーターの間では、運野はピッチ看板の鬼と称されている。運路が、 社長に就任して、以来、広告料収入及びクラブサポーター数、平均観客動員数は、小瀬競技場改修工事による、キャバ式限など特殊な例を除き、ほとんどのシーズンで目標を達成している。また、就任後は、すべての年度において、単年度黒字であり、J リーグディビジョン一 J1 昇格者年度の2006年には、債務超過を解消し、2011年現在は、 約9、0円と経営危機時と比較し5分の1に減少した。また、2005年には年間予算6億7000万円での J1 昇格を達成し、2007年の降格まで2シーズン、J1 の座を維持した。この再建手腕が評価され、運路は2004年7月に J リーグの幹事、ついで2006年7月には理事に選任され、J リーグ加盟クラブの経営危機問題に関与する、 ことになった。2012年に退任したが、2016年7月より、新たに設立された、クラブ経営アドバイザーに選任されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。